M1 層のアイドル、平野市要、将来性ある20代俳優の躍進。日本のエンターテイメント界において、20代の男性俳優は今や非常に注目を集めています。特に M1 層20ケラ34歳の男性の間で、彼らの人気は高まっています。 株式会社アーキテクトが実施した調査によれば、2023年の M1 層における20代男性俳優ランキングにおいて、山県人がトップに輝いたことは興味深い事実です。しかし、注目すべきはその他の俳優たちも、その将来性と魅力で多くのファンを引き付けていることです。本記事では、第3位にランクインした平野仕様に焦点を当て、 彼のキャリア、実績、そして今後の展望について詳しく探ってみましょう。平野仕様、プロフィールと経歴。平野仕様は1997年1月29日に愛知県で生まれました。彼の俳優としてのキャリアは、彼がキングピンスとして CD デビューした2015年に始まります。 このグループは、ジャニーズ事務所に所属する若手アイドルたちからなるもので、平野紫耀はその一員としてデビューしました。彼はグループ内で歌唱力やダンススキルを披露し、多くのファンから愛されました。しかし、平野紫耀の魅力は俳優としてのスキルにも及びます。彼はジャニーズ事務所から独立し、滝沢秀明が設立した新事務所、ルービ b ーに所属しています。 この遺跡は、平野紫耀が俳優としてのキャリアをさらに伸ばすための一大決断でした。ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台での成功を目指しています。平野紫耀の出演作品。平野紫耀は俳優としてのキャリアを積極的に拡大しており、その出演作品には注目すべきものが多く含まれています。以下に、彼の主な出演作品を紹介します。 アルキメデスの大戦2019年この映画では平野潮は主要な役柄を演じました。彼は数学に情熱を燃やす少年を演じ、その才能を追求する姿勢が称賛されました。キングダムシリーズ2019年2023年平野潮はこの戦国時代のアクション映画シリーズで主演を務めました。 特に2023年に公開された第3弾、キングダム、運命の炎、では、彼の演技が多くの観客から絶賛されました。CM 出演、平野潮は、商業広告でもその存在感を示しています。2023年3月に放送されたサントリー、生ビールの CM には、上白石萌音と共に出演し、話題を呼びました。 彼の魅力的な外見とキャラクターが広告業界でも高く評価されています。これらの出演作品からもわかるように、平野仕様は幅広いジャンルの作品に挑戦し、その演技力を磨いています。特にアクションやドラマにおいて、彼のポテンシャルは大いに期待されています。将来の展望。 平野紫耀は若干26歳と若いですが、そのキャリアと将来性は非常に明るいものと言えます。彼がすでに多くの人々から注目され、指示を受けているのは間違いありません。将来についての展望を考える際、以下の点に注目する価値があります。俳優としての成長、平野紫耀は俳優としての実力を着実に高めています。 今後も様々なジャンルの映画やドラマに出演し、演技力を磨くことで、俳優としての存在感を一層高めることが期待されます。国際的な活動、日本の俳優が国際的な舞台で成功を収める例は多くあります。平野紫耀も将来的には国際的なプロジェクトに参加し、国際的なファンベースを築く可能性があります。 CM や広告業界での活躍、平野仕様はすでに CM 業界で成功を収めており、今後もその分野での活躍が期待されます。彼の魅力的なルックスと個性は、ブランドとのコラボレーションにおいて強力な魅力となるでしょう。m 一層における20代男性俳優ランキングにおいて、 平野紫耀が3位に輝いたことは、その将来性と魅力を証明するものと言えます。彼はジャニーズ事務所から独立し、新たなステージで俳優としてのキャリアを追求しています。その出演作品や CM 出演、そして俳優としての成長を通じて、多くのファンから支持を受けています。将来においても、彼の活躍に注目し、 彼が日本のエンターテイメント界において一層の成功を収めることを期待しています。